したら貞夫から1943年12月15日は、明治時代から昭和初期にかけて関西で活躍した民間建築家。大正初期に、土井道夫などと大阪市の新名所となる新世界や通天閣建築計画及び通天閣の設計などで知られる。初代通天閣初期の作品は、セセッション色の強い斬新さの感じられる造形が、 特徴であるが、ややもすると、破綻一歩手前という危うさもある。しかしながら、新世界通天閣では、エッフェル塔式の鉄塔の設計にあたって、設楽の桃園で、鉄道技師の八田義明を構造担当に迎えるなど、要所を抑える仕事ぶりが目立つ。大正時代に入り、名古屋高等工業専門学校や京都、帝国大学出身の書院が入所するようになって、以降、 ルネッサンススタイルなど古典系の堅実な造形が多くなる。住宅では初期の木造系の作品はセセッションを加味したコロニアルスタイルであった。この中で村の三人邸は近年発掘された写真帳から洋館部のインテリアにアールヌーボーデザインを大いに取り入れるなど意欲的な作品であったことが判明した。大正時代に入って旧岡崎家住宅。 西岡住宅など、セセッション色を押し出した、大規模な洋館や、沢野邸などの和洋折衷の鉄筋コンクリート作り、住宅、沢田邸、内田深夜邸和館をはじめとする古典風の和風邸宅まで、多様なレパートリーを誇った。公主学校卒業生の中では最も華々しい、活躍と業績を残したと言われる、建築公務所時代。ありがとうございます。